こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ボンゴ編。このボンゴについてシリーズでいろいろと解説していきたいと思います。初回の今回は、このレッスンのガイダンス、どういう方針でやっていくのかっていうことと、このボンゴの基礎知識について解説していきます。はい、まずはこのレッスンの最終目標ですが、一つは楽曲に合わせていろいろなリズムパターンが演奏できる。ということと、もう一つは、シチュエーションに合わせて簡単なフィルインやソロが取れる。この二つで定めたいと思います。で、この二つを習得するために、ゼロからですね、だんだんレベルアップできるような構成にしていきたいと思っておりますので、どうかお付き合いください。はい、では、ボンゴはどういう楽器かと言いますと、もともとは南米キューバで生まれたパーカッションです。で、そこから違う国に渡って、サルサのような音楽だったり、もちろんポップスでも使われますし、カラッとした音色なんで、特にダンスミュージックとかアコースティックな音楽に相性がいいのでよく使われています。で、そもそものキューバでどういう風に使われていたかと言いますと、大体このボンゴと、あとコンガとティンバレスっていう3つのパーカッション、3種の神器と言われますけれども、この3つのパーカッションでアンサンブルして、すごく強烈な、強靭なリズムを作っていました。で、3つそれぞれ役割があるんですけども、ボンゴの役割としては、大体曲の中でですね、フィルイン、おかず、だったり、ソロを取るような役割です。で、コンガ、ボンゴ、ティンバレスの3つを3人のパーカッショニストでやるってなった時に、ボンゴは一番ベテランの人、一番音楽のことがよく分かっている人がやることが多いです。なぜならコンガやティンバレスが作ったベーシックのその上でですね、フィルインだったりソロを取るっていうのは、まあ、最終的な音楽に対する味付けをする役割なんですね。で、最終的な味付けをするってなったら、やっぱり音楽的なセンスがいりますし、キューバ音楽だったら当然比べのことを分かってないといけない。あとはコンガやティンバレス、他の動きも分かってないといけないし、バンドだったらピアノやベースの動きも分かってないといけないと。まあ、とにかくすごくですね、リテラシーが求められる楽器なんです。なので、ボンゴを演奏しているのを見れば、大体そのプレイヤーのキャパシティが分かってしまうというですね、プロにとって恐ろしい楽器でもあるんですけども、まあ、それぐらい極めようと思ったら本当に深い、深淵のある楽器なので、とりあえずこのレッスンではその深淵の入り口まで行きたいと思いますので、まあ、そこから興味が湧いたらさらに、深く学んでいっていただければと思います。で、実際演奏するにあたって、キューバのトラディショナルなスタイルだと、このボンゴを座って足に挟んでホールドして演奏するんですね。で、この足に挟んでホールドっていうのがめちゃくちゃ難しいんですよ。僕アマチュアでこう、足に挟んで正しくホールドできてる人を見たことがないくらい、まあ、それぐらい難しいです。で、結構足が長くないと正しくホールドできないんですね。で、残念ながら身長が160センチ以下の方は座ってボンゴを演奏するのかなり厳しいと思います。いびつな姿勢になってしまう可能性が高いんですね。で、そうするとやっぱり腰だったり足だったりを痛めてしまいますので、よっぽどの事情がない限りは、まあ、こういうスタンドですね。座奏用、座って演奏できるタイプのものもありますし、まあ、今僕が使っている立奏用、立って演奏するタイプのものもありますので、スタンドを使うことをお勧めしています。でもどうしても座って足に挟んで演奏したいという方、わかります。やっぱ座った方がかっこいいんですね。ただその体を痛めるリスクがあるっていうのはやっぱりわかってもらった上で、どうしても座りたいという場合は椅子です。椅子をちゃんとしたものを選んでください。なるべく低い椅子がいいんですけれども、具体的な高さで言うとだいたい40センチぐらいまで。高さが調整できて40センチぐらいまで下げられる椅子がいいと思います。ドラム椅子でも最低の高さが50センチとか45センチみたいなものあるんですけれども、40まで下がるのって結構少ないんですね。で、僕50センチの椅子を使ってるんですけども、50でもボンを叩くの結構きついなと思っています。なので目安としてはだいたい高さ40ぐらいまで下がるものを調べて選んでいただくことをお勧めします。はい、というわけで次回から具体的なレッスンに入っていきたいと思います。で、ボンゴに関する疑問、質問、お悩みなどもしありましたらですね、コメント欄に書いていただければそれを反映させたレッスンにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろ行っておりますので、パーカッション興味あるよという方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。